まあちょっと大丈夫ですね。すいません。ジャイアンツまでの松井さんというのは、まあ、一ファンというかその外から見ているとこう苦労なくホームランを打てる、苦労なくヒットを打てるっていうようなイメージというか、まあ、打って当たり前って思われる選手だったわけです。それはまあイメージでしょうけどね。まあ実際そうではなかったと。99年あのジャイアンツがその年優勝できなかったんですよね。で、シーズン終わって10日間ぐらいもあの、まあ、主力選手は、ね、休みをもらえたんで、で、まあ、ヤンキース当時強かったので、まあ、ヤンキースの試合見たいなと思って、ですぐその10日間の休みを利用してね、すぐニューヨークに行って、でヤンキースがそこでプレーオフやってたんですね。リーグチャンピオンシップの第2戦をねヤンキースタジアムで見たんですよね。でその時に、まずヤンキースタジアムに入ってね、まあ、感動しましたね、やっぱりね、あここがヤンキースタジアムだっていうね、やっぱりその球場のね、やっぱ見た目もそうですし、あと雰囲気と、うん、でその試合を見て、やっぱね、あのヤンキースのピンストライプがかっこよくてね、で自分がもしねメジャーリーグ行くということになった時には一番最初にやっぱりここでやりたいと、行くならここでやりたい、うん、という気持ちがその当時からありましたね。あのチャンスで前のがバニー・ウィリアムスって言ったんですよね、はい、で一塁が空いててバニー敬遠策で、で私になったんですよ、はい、まあ、たまたまね、そのまあ、運よ、本当に運よくホームラン打てたんですけど、ヤンキースで戦い抜く、生き抜くために決断された何かものっていうのは、あのまあ、野球に関してでも野球以外でも何かそのヤンキースで戦うために決断っていうのは何かありますか？あったと思いますよね、それは当然だと思います。やはりあの同じような、ね、ホームラン打てるかって言ったらやっぱり打て、自分自身打てるとは思えなかったんで最初はね、特に俺はもうあの自分はちょっと違う、結果として違う自分になるなって、打席の中でアプローチはそんなに変わらなくても、あの結果的に自分あの自分違う自分になる結果を受け入れなくちゃいけないっていうね、うん、いうのはあったと思いますよね、うん、それをまずそれをしないとここで生き抜いていけないと思いました。まずね、そこからスタートしないと、うん、だから徐々にねあのホームランをね意識していくっていうことはできるようになったと思いますけど、多少ね。チームに僕が認められたなっていうふうに本当に思ったのは、あの本当の初登板、初勝利の時と本当にホームランですね。ホームラン打ったじゃないですか。あの時に一気になんか僕の中でなんだろうな、あ一位になれたみたいな、はい、すごいそのサイレントトリートメントもしてもらえて、みんながバーって寄ってきてくれて、すごいみんな喜んでくれて、で試合終わった後もずっとその話で。お前すげえなみたいな感じ で僕その時インスタグラムとかやってなくて SNS とかやってなかったんですけど、お前 SNS やってないのみたいな、今すぐ始めろみたいなとか、なんかいろいろこうみんながすごいね、その、まあ、その時いいピッチングもできましたし、その1試合の中で一気にこうチームの一員として認められた感じはあったので、そこからこう何ですかね、一気に気持ちが楽になりましたね。900ちょっとのバット使ってて、はい、それって結構重いらしくて、はい、そうですよね、はい、で僕はホームラン打ちたいんで、とにかくヒット何本とかないホームラン打てればいいやと思ったんで重いのでそのいつか行ってくれみたいな感じだったんですけど、でもやっぱヒットいっぱい打ちたいなと思って890か80に変えたんですよ、はいはい、メジャードジャースの最後の年かな。そしたら最後2割5分ぐらい打ったんですようわバットもっと最初から軽くしたなはい、お気土産というか、うんうんうん、なんかそういうふうに言ってたんですけど、そういう思いっていうのはちょっとは、いやまあまあね、一番いい舞台で打てましたんで、まあ、あれでねチームも勝利して、京セラドームであれは最後だったのかな確か、その後神宮だったので、
まあ、やっぱり7年間、ね、本当にチームには迷惑かけたりっていう時もあったし、1、2年目怪我もありましたし、まあ、本当に最後日本一になって、まあ、出れるっていうのは選手としては一番まあいい形だったんじゃないかなと思いますけど。今シーズン印象に残っている打席っていうのを一つ挙げると、それと何か。やっぱり初ホームランがね、やっぱり1本目がないと、はい、メジャーリーグで1本打てたっていうのは自信になりましたし、まあ、それがやっぱね、本拠フェンウェイパークでグリーンモーサーを越えれたので、まあ、あの1本っていうのはすごく自分の中では大きい1本になりましたし、まあ、ただちょっとボールが返ってこなかったのが心残りですけれども、まあまあ、ファンの方が大事に持ってくださってるな、この3年間の急激にホームランが出て、まあ、OPS も上がってて、ここの変化っていうのはどういうものがこのプラスに働いてるのかなっていうのは松井さんから。いや、そこ分からないですね。分からないです。もう彼の中で何か、ね、少しずつ向上したものがあってね、彼自身が感じてるんじゃないですかね、何かね。だから、うん、少しずつ自信をつかんでいってるというかね、というふうには思いますけど、細かい部分は分からないですよね。うん、加藤さんの逆転満塁ホームランとかありましたよね。アフィリーズだったっけ。はい、多分ね、あれとか未だにその感覚とか覚えてますか。覚えてるね。だからあの球場を見ると思い出しますね。あ、だってもう5の 3本ぐらい打って、3本やったかな、4の3本、5打点ぐらい上げたような気がするんですよね、うんうんうん、ホームランを覚えてますね。まあ、大谷選手もワールドシリーズに出れるチームがいいみたいな、希望をされてるっていう報道もあったりとかして、このメジャーリーガーにとってワールドシリーズにを経験してる経験してないっていうのはやっぱり大きい違いですか。チャンピオンリーグ欲しいんですよ。私は経験ないので、そのリーグ変わった経験がないので、はいはいはい、だからうん、まあ、それも予想、ね、するしかできないですけど、そんなに気にならないんじゃないかなと思いますけどね。そワールドシリーズで勝つっていうのはやっぱりすごく大きなものなんですか。まあ、これも選手